作権は、中華民国の外交官、ジャーナリスト、字は成ラ。弟に、外交官僚、学者の便権。10歳の時に、父に従い、ホノレルに移る。中学卒業後に帰国し、上海の私立西洋羽根学院で学んだ。同大学を卒業後、イギリスに留学して、ケンブリッジ大学で学び、文学士、法学博士の学位を取得、同国で弁護士となる。 1908年、文学修士の学位も取得して、中国留学生監督秘書となり、翌年には監督となった。1910年に帰国し、留学生試験を受けて、新紙、管理委員編集となる。新外革命勃発前後には、北京日報英語版の主筆を務めた。1912年、北京政府で外交部秘書、大総統秘書を務め、後に、 中英公使館33となる。1914年、ロンドン総領事事務を兼任した。1916年に帰国して外交部方便秘書となり、翌年には国務院秘書方便を兼任した。以後、外交部で各職を歴任し、外交部情報局局長代理にまで昇進した。1920年2月、公立北京聖火学校監督に任せられ、9月には、 外交部三事権は役討論会秘書長となっている。1921年8月、中級馬講師に任せられ、10月、ワシントン会議中国代表団秘書長を兼任した。翌年1月、中パナマ特命全権講師も兼任する。1926年に帰国し、その翌年に、暗国軍外交討論委員会委員、天津イギリス疎開改修委員会委員、 外交部条約集定委員会委員を務めた。国民政府においても北京税務学校教授、外交部条約委員会顧問を務めた。1929年から1931年まで北下平新聞社社長となっている。1933年、外交部官任秘書となり、同年9月、シンガポール総領事省理として派遣された。1935年10月、正式に 総領事に昇進し、マレー半島の各領事館を監督、指揮している。翌1936年に召喚されて外交部、両校特派員となり、1943年7月まで務めた。1974年、死去、去年95、スポーツを愛好し、テニスサッカーゴルフの名手であったという、ありがとうございます。